山口敏太郎です。名古屋の友人の、化け猫堂さんが、ソフビを送ってくれました。文福茶釜をモチーフにしているたぬき妖怪のソフビです。最初僕電話で聞いた時、もっと可愛らしいやつかなと思ったら、割と妖怪妖怪してる感じで、ちょっと個人的には気に入ってしまいました。こう背中に茶釜は背負ってますね。いや、なかなか面白い。前もですね、化け猫ちゃんのソフビを送っていただきましたので、相変わらずね、この妖怪チックな感じが僕の興味をそそるなと思っております。化け猫堂さんは今ちょうどお店が閉まってる状態ですけど、また近々復活する予定なので、復活したら一般への販売も始めるかもしれません。文福茶釜のソフビでした。